から始めさせていただきます。全員のやつを食べるの？はい、佐田さん、はい、全員の、はい、全員分です。あ、全員分食べるの？そうです。そうです、ね、そうです、ね、帰れまてんじゃないよね。帰れまてん、帰れまてん、帰れまてん。でもさ、お腹いっぱい、ここで幽霊ついちゃうじゃん。いろいろ、いろいろな評価が。その後、そう、その後改良しましょう。みんなの声を見て。いやいや、これダメじゃん、じゃないか。なっちゃったらやばいでしょ。皿うどんはねえ、何か話になるかも。バカ野郎お前。皿うどんは今週の皿うどん。横浜なのになんじゃない。もっちゃーの、ね、ディスリーは。もっちゃーいないから、ね、誰もいないから。地下街が近いでしょ。旗いないんだ。あ、ありがとうございます。あ、作ってはないんだけど、考案者から、考案というか、ただ俺思い出のあのおばちゃんの思い出のかき氷が、おばちゃん、思い出のおばちゃん、練乳と小豆なんですね、それらうん、近いですか。いや、本当はね、あの抹茶のなんかのを使ってたんですけど、そうなんですね、やっぱりあれじゃない、甘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 い、ダメ。最後は仕事とかのやつなのかな。これも、これも、あーと聞いたって思わない。いや、このシンプルさいいじゃないですか。えっ、いや、俺も、俺も入ってる。いや、あのね、あ、練乳いちごにっていうのかな、このびっくりしたイメージと違いすぎて、あれ、このデザイがいるよ、そうそう、あれ、いいな。俺やっぱ思い出はね、思い出のままにしといた方がいいね。サラダって、ポイントはサラダって、中華料理屋さんのお皿に乗っけてみました。なるほど。あの、その時は普通のあのガラスのガラスの切り粉って全く違うじゃないですか。一つは思い出迷子やっちゃった。あるとおいしい。でも、あれないかき氷でもさ、こうやって、こういうのがね、こういう風になってて、みんなが運んで、そうそうそう、なんか色々持って歩くのに大変かもよ、会場を。会場を持って歩くのに。サイズはこれなんですか？かき氷。あ、これです。これです。うわー、ウェイ。これはこれイメージ違い、これはイメージ通りだ。これでもさ、ちょっとほっとかないとなかなか爪が、これは逆に、これはね、置いとく、置いとこう。うわ、爪て。いや、これは保冷剤と、中は固まってんの？保冷剤と、すぐ刺すって結構至難の技。サドンデスだ。え、まだこれ、彼女さんこれやるんだ。これもうでも、いわゆる冷凍みたいな。すごいよ。冷凍でサクサク美味しいんですよ。へぇー、生まれて初めて食べた。うまい、やっぱり練乳がうまい。あ、でも取れたじゃん。すごい、ね、すごい、シールだったね。言ってるじゃん。牛そぼろ丼ありますよ。牛そぼろ丼、これは牛丼ですけど、めっちゃダメだし、これじゃない。これ今でもあるんだ。あ、お腹がパーフェクトでした。これはだってそのままやけど、これ東海ロッチ。これね、やっぱり久しぶりに食べたけどうまい。これはもう、あれですよ、給食の僕の元、夏のね。もっとふわ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 っとしてる感じの氷で、しかもこの小豆はなんかあのおはぎみたいな、もうちょっとこう、あのこう、おはぎのもうちょっと粒じゃない感じ、ドロッとしてない感じ。このみかんか、あのチェリーみたいなのがポチンとこう色味的にあった方が、練乳感がもミルク感がしっかりあって、小豆をこうやってやって一緒に食べるっていう、あのそういうイメージがいいです。お、嬉しいもんがやってきたよな。嬉しいのが来たよ。お、はい、山さんご考案、キュウリでーす。はい、これでプラスニンニク味噌とお塩がつくので、こちらの方をつけて召し上がってください。これはいい。わ、キュウリ。あ、これ味噌、味噌つけてください。あ、塩がこちら、こっち側にある。塩と味噌があるんで、あ、両方ともいいな。
うわ来た。これなんだ。これ味噌。どうぞ半分そっち。塩がこちらにこっち側にあった。ごめん。塩と。うん、美味しい。塩味噌なんで。うわ来た。きゅうりいいね。お塩。これは梅醤ですか。梅醤。お前もう。2億年前からお前。同じ味やから。2億年前から。そうですね。そうしよう。山田、これはイメージ料理だって。イメージ料理。俺の思い出のやかましい。これでも食べやすくて便利だね。じゃあ塩にこだわる？好きな女の子。宮古島の雪塩。風で飛ぶの。サラッサラやからな。はい、ちー散歩みたい。ちー散歩がいいな、俺は。ちーさんね、なんか絶対にこうカメラの人に何か食わすんだよ。俺は飲めないのよ、今日。それ何？ポッピーの白です。ポッピー来ましたか。これは黒になります。ポッピーの黒。ポッピー。そっか。うん、いいね。2回、運転の上とかいけないんですか？ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。これは運転の問題じゃないんだけど、これが引き金になるっていう。はい、ありがとうございます。それいくらでも食えるにします。それいくらでも食えるにします。はい、もう一皿入ります。ありがとうございます。でも初めてでしょ。あのね、うどんなの？もっと熱い方がいい。熱い方がいい。もう熱くて、やけどするぐらいがいい。マイルドだろ。うまい。味がうまい。このせんべい野郎。いつも変わるじゃない。パリパリって言ってるだけだ。言ってるけどね。パリパリか。お互いパリパリ。お互いパリパリ。パリパリとせんべい。あ、コーン。でもこれも。コーン。九州だから長沢なんかはおすすめでしょ。ものすごい美味しいですね。九州タバスコがあると食べたら。こんなのコンビニで食えるんだよ。そんなこと言ってないっすよ。突然なんすか。これの改善点言いますけど、はいはい、もうどちらも全部美味しい、全部美味しいし、これも評判良かったので、うんうん、本当です。改善点はネーミングですね。ネーミングですね、はいはい、できるだけ冷たいって入れるとか、うんうんうん、冷たいきゅうりって入れたとか、うん、ヤッピーわかんない。何を言うとんねん。ヤッピーわかんやろ。マッピーマッピーもわかんない。マッピーっていうハッピー、ハッピー、ハッピー、幸せ、いいですね。ハッピー、ハッピーの白と黒、あのできるだけもう、うん、さ熱熱く熱々で、ね、熱々でとにかく熱々皿うどん、うん、冷たーいきゅうり、はい、ハッピー、うん、茹でて恥ずかしい白と黒。はい、いただきました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お持ちします。こちらのテーブル、大きなエッグカレー。ハートだ。え、何これ、何ライス。カレーライス。サフランじゃない。サフランライス。辛さを調整して、わ、辛くない順に並べます。で、モットカレーの登場です。あ、うまそう。目玉焼きが沈まったんですけど、そうそう、実は目玉焼きがハートの形の目玉焼きで、スパイスをお持ちします、はい、そうだ。で、ネーモットスパイスが。タクヤの食べ物を見る目の真剣さ。このスパイスで辛さを調整していただきます。わ、辛くない順に並べます。これってどういう風に、すげえかっこいい。同じ分が並べます。あ、簡単。で、自分でかける。こっちをつけてください。こっちが、デス、こっちがマイルド。サドンデスソース。デッドは、もうしこれ要するに死ぬか。ちなみに、何もしないとどうなるのか。ACDC みたいな。完全そうだ。メタル系ね。あ、全然。全然。よし。デス。可愛いね、時間です。並べようか。ちょっと辛さの調整ができる。あ、来た。あ、きっかけちゃった。うわー、姫でも辛い。お茶飲みます。大丈夫。
それ、もう最高峰。え、最高峰。マジっすか。ガンガン攻めてます。あ、向こう行く。うわっ、うわ、辛っ。え、ちょっとユーモア青にあった。はい、やだ。レベル4、レベル4すごい。あー、あー、辛いじゃなくて痛いんだ。辛さは5段階で、ちょっと青いのすごい。辛っ。青が赤くなってますよ。でもまずスパイスがいるのかどうかの味を。これでめちゃめちゃ辛かった。辛いの無理だ。ね、じゃあまずカレーを準備して。よし、スパイスありますよ。そっちです。小林さん、スパイスは使い回しですか？あ、もう、でもそんなに辛くないし、ね、これはスパイス入れたもん。1個だけ。むしろ甘い。あ、もう大丈夫。あ、それだ。それ一番辛い。ジャケットがきつすぎるやないか。してる。青が一番辛いらしい。あー、かわいいかわいい。かわいい。こういうことです。こういうことです。こういうことです。こういうことになります。あ、いいな。ハート。いじめてみたいカレー、目を閉じて食べなよね、もっとスパイス。長い。早い。それください。それください。悪いサングリアの登場です。わー、悪いサングリア。ありがとうございます。いかがでしょう。あ、これはテーブルに一つ。テーブルに一つ。少しずつ。アルコールですか？少しずつ。あ、先はいかんのか。気をつけて、少しずつ。少しずつ回して飲んで。ちょびっと。じゃあ、運転だから。もうちょっと、一気つつ。まだ昼ですよ。この時間に飲むのがうまいよ。めちゃくちゃいいですよね。この日和でしょ。かわいくて旨味が出ると思うので、はい、で、これかわいくてサフランライスも美味しくて、フライドオニオンって、フライドオニオンをちょっと上に、どんだけ玉ねぎなんだろう、フライドオニオンをちょっと玉ちょいちょいちょいって上に、かわいいですね、はい、トッピングでかけてあげたら、ルーの上に、はい、ちょりちょりっとかけてあげると美味しいかと思います。それをお願いします。これでも可愛いです。ラーメンさん、このターメリックして、ターメリックいいですね。これいい感じも。はい。あ、サングリアだ。サングリア の, あのフルーツ感がもうちょっといっぱい出たら嬉しいかって思いますが、オレンジです。オレンジかな。フルーツ感が あると思うと嬉しいかと思います。はい、でもすごい可愛い。はい、よろしいでしょうか。はい、ではよろしくお願いします。